平成29年4月14日、阿蘇市黒川の保育園で、海外のクラシックカーのドライバーたちと一緒に、熊本地震からの復興を祈願する植樹セレモニーが行われました。この植樹セレモニーは、クラシックカーで日本を横断するツアー、サムライチャレンジに参加する外国人22人が、YMCA 黒川保育園に桜8本を送ったもので、保育園の運動場には珍しいクラシックカー11台が集合しました。ドライバーを前に岡山藤代園長は、皆さんにお会いできて嬉しいです。桜をお送りいただき感謝いたしますとお礼の言葉を述べました。植樹では園児とドライバーがスコップを握り、一緒に土をかけて保育園の周囲に桜を植えました。園児たちは珍しい車に興味津々、シートにも座らせてもらいご機嫌な様子。最後に全員で記念写真を撮り、笑顔あふれる植樹セレモニーとなりました。4月12日に福岡港から始まったツアーには、欧州の16カ国から54台のクラシックカーが参加しており、13日から14日にかけて阿蘇市を通過しました。ツアーでは桜の開花とともに日本を南から北へ4660キロ走行し、5月5日北海道のゴールを目指します。